本当でしたらですね、今回こういったね、まあ、動画のタイトルに書いてありますけども、鬼滅の刃のね、無限列車編の感想動画って撮らない予定だったんですよね。はい、撮るつもりなかったんですけども、まあ、ただですね、ツイッターの方でも、本当にすごい、反響に今なってまして、で、間違いなく今週の映画ランキングはま、1位になるでしょうし、年間で見てもね、もしかしたら、アニメの映画のタイトルではね、もう間違いなく上位に組み込むだろうし、本当に勢いがすごいことになりそうだっていうのもありましたしね。で、あと、先週にもね、無限列車の、SL 群馬号のね、あれにも乗って、まあ僕が乗ったわけじゃないんですけども、レポート動画もまあ出したということで、せっかくね、最近ちょっと鬼滅の動画も、まあ前回出したということで、まあ今回はね、ちょっと感想動画ということで、鬼滅の刃のね、無限列車編、見てきましたのでね、初日、見てきましたので、初日の紹介見てきましたので、こちらのね、まあ、ちょっと感想を軽く、話していきたいなと、まあ、ほぼノーカットになると思いますけど、まあ、話していきたいなと思います。まあ、今回ですね、特典が、こういうの塗り絵、ね、塗り絵とあと、この、これ冊子というか、まあ、あれですね、漫画が、まあ、中に入っている、まあ、入ってるというか、まあ、漫画がね、入ってるっていうか、まあ、ミニストーリーみたいな感じのものが入ってるんですけども、まあ、これらが入ってまして、で、こういうね、特典にまずこういう塗り絵とかが入ってるって時点で、まあ、思う方はいると思うんですけども、やっぱり今回ですね、家族連れとかの方もすごい多くて、まあ、僕の近所の話なんですけども、で、あと女性の方とかも結構いまして、本当に幅広い年齢層の方がいましたね。はい、結構いました。で、もう、本当にすごいなと思って。で、アニメの、まあ、今回のね、無限列車編の内容自体も、どっちかっていうともう、本当に幅広い年齢層向けなんだなって思いましたね。はい。結構子供向けの、こう、ギャグもあったりとかしたり、あ、ちなみにネタバレありませんからね、この動画。はい。子供向けのギャグかなんかも受けもあったりとかしたりしましたし、まあだからといって、こう、あまりにもこう幼稚すぎる、なんだろう、こうギャグ、子供向け、年齢層がちょっと低すぎるギャグが多いかっていうと別にそういうこともなくて、まあやっぱりね、だからといって、こう、なんだろう、例えばアニメーションのエフェクトとかもね、すごいやっぱりアニメ、テレビアニメの方にも引けを取らないというかね、さすがそこは UFO テーブルだなと思いましたけど、やっぱり演出がすごいんですよね。はい、こう、モーションがかかった時の、本当にエフェクトの綺麗さ、細かさっていうんですか。あそこはやっぱりね、本当に UFO テーブルならではだなと、アニプレならではだなと思いまして、すごいなと思いました。まあ、まさにね、この、ね、冊子の、これにもね、まあ、ありますけどもね。まあ、これあれですか、ポスターですけども、こういう火の部分とかですよね。こういう火の部分とか、こう、水の部分とかもまあありますけど、こういう、なんだろう、演出の細かさ、こういったところはね、なかなかね、これはすごいなと思いました。はい。いやー、でね、まあ、僕ね、これ全然余談なんですけど、まあ、僕9時上映開始の、やつを撮りまして、まあ、見に行ったんですけども、まあ、僕起きたのがですね、8時50分でして、上映まで10分しかねえよってなって、もう急いで行ったんですよ。で、映画って予告が、最初あるじゃないですか。9時に始まって9時に上映開始ってわけじゃないじゃないですか、基本的に。まあ、映画の、広告とかがないパターンもありますけども、鬼滅はそうじゃなかったんですよね。広告があったので、もう急いで起きて、急いで準備していって、15分で間に合って、見たっていう感じで、まあ、今回見たんですけども、まあね、本当に、もう完全に眠りについてたっていうギリギリまでね。まあそんな感じでね、今回のね、まあ鬼滅の内容自体もね、これも、まあ眠りにね、ついてね、こう、まさに無限じゃないけどね、本当に、違う感じの方の無限じゃないけど、まあ本当にね、それに似たような形のストーリーとなってますね。はい。やっぱりね、まあテレビアニメからの、あれ面白さもありますし、こう劇場版ならではのね、まあ、コミカルな演出もあって、かつ、なんだろう、クオリティをもう決して落としてないというか、そこに関してはすごいなと思いました、マジで。で、あとね、ストーリーがすごい良かったですね。はい。
あのストーリーも本当に泣かせに来るようなっていうか、僕ももしかしたら気づかないうちにあの涙腺が崩れてたかもしれないんですけど、いや本当にね終盤あたりはやばかったですね。特にはい、もう皆さん各自ですね、それは本当に見ていただきたいなと思うんですけども、でまだね鬼滅の刃そんなに知らないっていう方はね、あのテレビアニメからあの見てください。26話だっけあれ確か、あの2クールありますので、テレビアニメからのあの今回続きってことになってますので、あの話が続いてますのでね、鬼滅の刃をねまだそんなに知らないライト層の方はね、あのアニメの方から見ていただきたいな、まあ漫画でもいいですけども見ていただきたいなと思うんですけども、いやこれはね、あの間違いなくこう満足度的には高いと思いますよ。はい、こう飽きさせないというか、子供にもすごい受けるような演出をしたし、で僕らのようなこうね、なんだろう、青年っていうんですか、そういう若年層が見てももう決して飽きないような作り、むしろこう感動を引き立たせて、エフェクトもアニメーション自体もね、映像自体もすごいよくできていて、もう本当にすごいことだらけなのでね、これはねマジでね、あの年間の今年2020年の、まあそもそもちょっとコロナ禍っていうのもありましたので、映画自体がねあんまり公開されてないっていうのもあったんですけども、2020年内で見ると本当にすごいのかなと思いました。アニメ映画のランキングではまず上位に食い込むでしょうし、映画全体で見た時もかなりこうすごいんじゃないかなと。で本当にですね、自分別にあのどっか新宿とか池袋とかああいうもう激戦区で見たわけじゃなくて、もう全然ね、名前も知られてないような場所で見たんですけども、本当に満員御礼で、しかも上映回数が20何回とかありまして、でほぼ全部満席だったんですよね。はい、だもう全然知られてないような場所のね映画館でもねそれぐらいだから、まあ、新宿とか池袋とかああいう都心はやばかったでしょうし、いや間違いなくこれはね、今後見に行く人もすごい増えると思うのでね、ぜひこれはね、この劇場版鬼滅の刃無限列車編に関しては見ていただきたいなと思いました。はい。ということでですね、まぁ、ちょっとね、ネタバレを今回は防いだ上でのネタバレなしでね、感想動画、まぁ、ほぼノーカットっていう形でお話しいたしましたけども、いやまぁね、この流れだとね、まぁ、劇場版のまず興行収入どうだろう、まあ、100億は間違いなくいくでしょうから、でね、漫画自体、まあ、原作自体はもう全然続きまでもありますからね。まあ、僕は漫画見てなくて、アニメですごい追っかけてるって感じなんで、まあ、テレビアニメ、ワンクール、1クール、2クール見てで、劇場版見たって感じなんですけれども、今回。まあ、間違いなくね、今後テレビアニメ2期もね、やると思いますので、勢いに関してはね、今後もずっと続いていくんじゃないかなと、このね、今の勢いは。うん、こんなコロナ禍でもね、あれだけ映画館にね、人動員させるっていうね、勢いですから、まあ間違いなくテレビアニメ2期もやるでしょうしね、今後の展開に期待したいですね。はい、もしですね、この動画がいいなと思いましたら、グッドボタン、高評価とですね、あとチャンネル登録の方もお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。鬼滅の刃の感想動画でした。バイバーイ。